お困りみたいね。Have a nice trip! そりゃ海外をいっぱい旅してきたからね。駅を探してる相手に向かって自己紹介しようとしてたものね。わかりやすい単語が出てたはずなんだけど、あれ？リターンはあなたの体でお願い。何でもかんでも物を与えて解決するのってどうなのかとマリーは思うのよ。ほら、こういうことってハートのやりとりじゃない？ピンチを救われたのなら、その救われた人は救った相手が満足するまで尽くすものじゃないかしら。そしてマリーはあなたが助けてくれた恩人に対し物を与えて済ますようなコールドな人物ではないと知っている。というわけで Are you ready?気をつけるわ。さ、座りましょう。発車時刻まであと15分くらいあると思ってたんだけど、時計遅れちゃってたみたい。Sorry。ご不満かしら？あら、そんなに期待してたなんて。気づけなくてごめんなさい。もっと人に言えないようなあんなことやこんなことの方が良かったかしら。まあ希望があれば遠慮せずに言ってちょうだい。お礼とは言ってもお互い存分に楽しめるプランで行きたいしね。それはついてからのお楽しみ。それはそれで面白そうだけど、今日は違うわ。海外はまた今度ね。そんなに遠くはないわ。都心は狭い範囲にいろんなお店や名所が集まっているから、1回ごとの移動時間が短くて助かるわね。あちこちね。どうかしら。見知らぬ土地や建築物を見て回り、見識を深める。立派な観光でしょ？問題なし。No problem! ちゃんと許可をもらってあるわ。ということで、お邪魔します。お邪魔しました。なかなか楽しかった。意外と繊細なのね。もう、もっとずぶとくならないとこれからの先の長い人生エンジョイできないわよ。マリーもぜひトークしてみたかったけど、まあしょうがないわね。さ、次に行くわよ。何言ってるのよ。今だってちゃんと観光したでしょ。さあ、日が暮れる前にどんどん行くわよ。
OK。 それじゃあ、ま、ちょうどベンチがあるわ。あそこでブレイクタイムにしましょう。飲み物買ってくるわね。お待たせ。お茶だけでもいいかしら。次はあなたもエキサイティングしちゃうんじゃないかしら。次に行くのは、イエス、あなたは来たことあるのよね。それじゃここはあなたにリードしてもらいましょう。知らない場所をうろうろするのはやっぱり心細いし、慣れている人が先を行くのがセオリーよね。ワンダフォー、ここがあのミューズを生み出した学校なのね。実際に中を見るのは初めてだわ。あ、アイドル研究部、ここが部室ね。誰かいるかしら。ハロー、お邪魔します。私立虹ヶ崎学園、あなたの学校を見てみたいわ。連れて行ってちょうだい。エクセレント、立派な学校ね。それに、潮の香りがするわ。裏所と同じで海が近いのね。あなたとの共通点が一つ見つかったわ。 That's right。 東京と静岡、遠く離れているけれど、マリーたちは海でつながっているのよ。さあ、いざ校舎の中へ。も綺麗ね。うむうむ。ああ、やっぱり聞き覚えのある声がしたから、もしかしてって思ったの。今日来るなら連絡くれればよかったのに。ところで隣の人は。アクアのマリさんだよね。どうして一緒にいるの？ハロー、アユム。今日はあなたの幼馴染にエスカウトしてもらいながら、この学園の中を見て回ってるの。とっても素敵な学校ね。気に入ったわ。エスコート。あ、うん、うん。帰るわ。とっても楽しかったわ。あなたのおかげでね。あなたの学校が見られてよかったわ。スクンワイローにも全員に会えなかったのは残念だったけど。構わないわ。同じスクールアイローだもの。いつかどこかで会えるかもしれないわ。いいのよ。私の勝手で貴重なお休みを潰させるわけにはいかないわ。それに、あなたが意外と罪作りってことが分かったしね。後で歩にちゃんとフォローを入れておくのよ。何って？その通りよ。観光って言ったのは嘘。騙していてごめんなさい。実は今日はビジネスで東京に来たの。
教育に携わるものとして子供たちの学ぶ環境をより良いものとするため、他県の学校とも手を取り合い共に高め合うことを話し合いに来たな。そう、今日のマリーはずっと裏所の理事長、ノットプライベートだったのです。そんなことないわ、とても優秀なアシスタントだったわよ。プルプル震えてる姿が最高にチャーミングだったわ。さ、そろそろ本当に行くわ。今度は沼津にも遊びに来てちょうだい。